はい、大家好、佐藤さん、みよみよです。テレビ見てます。はい、今日は何でしょうか。日本人と付き合ってる台湾人はね、はい、それよく文句言うんだよ。何？日本人の彼氏が会社に入ってから連絡取れなくなったとか、うん、はいはい、行方不明になっちゃうパターンねあと、大学生なのにって、はい、暇のはずなのになんで返事も来ないだろうって、うん、そういうね、文句が多くてね、はい、日本と台湾、なんか大学卒してからなんか就職の仕方も違うからか。就職の仕方も違うし、働き方も違うし、うん、台湾的な常識でその日本の彼氏を持つとめちゃくちゃ違和感というかね。そうだよね。いや普通に返事できるんだろうって。そうそう、っていう関係いると思うんだけど、うん、忙しいんすわ実際はね全然違うんだよ、うん、ね。ちなみに台湾はどんな感じなの、就職するときっていうのは。大体高校大学、うん、でもしインターンの職場があれば、うんうん、そこでインターンして、うん、で卒業してから入社とか、バイトの元で入社とか、うん、か卒業してから、まあ、男は軍隊入らない。軍隊入る、そうそうそう、それ終わってからまた就活するみたいな、うん、あ、そう。あと結構ずっとバイトしてる人もいる、はいはいはい、いろんなところを転勤してる、うん、バイトあるし、めっちゃ自由って感じ。本は、まあ、聞いた感じだと大学から、まあ、ちょっと軽く説明すると、まあ、大体大学の3年生の6月、うんうん、まあ、夏頃からその就活準備っていうのが始まりますと。で、まあ、その夏の間に、まあ、インターンね、職業体験とかして、で、まあ、3年の冬から説明会と、もうそのエントリーっていうのが開始します、うん、説明会なんか聞いたことある？その会社はどういう会社とか。そう、とにかくもう大学の多分3年の夏からは、うん、もういろんな企業のその説明会とかね、うん、だから毎日行く人もいるらしい、毎日違う企業いろんなとこ行って、まあ、自分どこが合うかなみたいな探して、で、まあ、冬頃までにそれ決めとくね。まず大体どんな企業にしようかなっていうの。いや、それ毎日スーツだよね。毎日スーツよで、そう、多分3年生からもう黒髪になってるよね。そうだね、うん、もう本当面接の格好で行かなきゃいけないから。でもその説明会からもう就職活動始まってるから、そこでなんか自分をアピールできるかどうかみたいなのも含めてあるらしいよ、そういうの。3年の本当後半から、まあ、4年生の初め頃からもうその面接とかはもう始まっちゃいます。だいたい9月ぐらいまでかな、4年生の、うん、そこまでに内定をもらわないとちょっともうやばいかなっていう。そういうなんか CM で見たんだよ、日本の。あ、本当？なんかみんなどんどん、ね、内定の通知が来て、自分だけ来てないのがめっちゃ落ち込んでてそれ多分大学の中にいるとめっちゃウキウキな顔でいるやつと思う、歩いてるやつがいる。焦るよね、私大学卒業したからって、やべえって、もう終わったわみたいな感じのやつがでもめちゃくちゃいる。台湾みたいな卒業してから就職するのもあるね、うん、まあ、あるんだけど、なんでそんな焦るかっていうと、その新卒っていう枠があるんだよ、その企業によって設けられてるんだけど、それを逃しちゃうとなかなか入社しづらくなる。卒業しちゃうと本当中途採用っていうのになって、全然違う枠になっちゃう。めちゃくちゃ就職しづらくなっちゃう。はそれで面接の時も気があるよね。卒業した後何してたの、うん、そう、何してたのとか、なんでその 2、3 年経って就職するのとか。そうそうそう、中途採用だと、うん、違う企業のすごいやつとかいっぱい面接に来るんだよ。新卒だとその大学生だけじゃない。だからめちゃくちゃ強敵と一緒に面接しなきゃいけなくなって、さらに就職は難しくなるっていう。だからみんな必死で在学中に内定取ろうって頑張る。で、内定ってことは社員だよね。そうだね、まあ、その正式にもう来年の春からうちに来てねっていう。なんか日本だと社員めっちゃ偉いって感じ。社員は偉いよ。そういう感じしてたわ、日本の会社に入って。台湾は違うの、うん、技術と知識が、うん、確かにバイトよりね分かってるかもしれないけど、でも給料も全然違うわけでしょ一応。まあ、やることもいっぱいだけどね、うん、バイトよりはね。でもそこまでじゃないかな、日本みたいな。だって日本をその時はね、社員なのって、おめでとうございます、すごいってみたいな
まあ、正社員がね、ほんと正義みたいな感じになってるから、ね、多分俺ぐらいの年でアルバイトしてるってなると、ああって思われることが多いね。いつまでもそんなアルバイトしてないでちゃんと正社員になりなさいって言われることが多い。あと手当とか、まあ、手当もあるし、その社会保険とかね、あそういうのが全然違ったりするんで、だからみんな必死で、ね、必死で正社員になろうとするね。だって私前日本にいた時も、うん、なんか口座作る時も多分外国人だから社員じゃなければ あの口座作れないみたいな。あとクレジットカードとかの審査も、だって私どこでもなんか何か申請する時絶対社員ですかって聞かれるそう、その基準が結構あるそう、まあ、俺の場合はずっとアルバイトしてた場所でそのまま正社員になったから、まあ、ここまで厳しい戦いはしなかった。下に俺はもう誘われて正社員ならないかみたいな感じで言われて、まあ、それでも面接とかはあったんだけど、うん、まあ、だから比較的その大学とか生とかよりは緩かった面接がね。だから多分大学卒業しちゃったらもうそういう人が多いね。バイトしながら正社員探すとか、あと派遣社員とかね、そういう道しかなくなるんで。みちるが社員になってから、はいはい、全然連絡取れなくなったな、まあ、その辺はね、多分その就職する前とした後とかね、うんうん、めちゃくちゃ大変だったもん。だってまずなんていうの、そのアルバイトと社員のレベルが違いすぎて、その正社員のレベルまで来ないとお前は社員できないぞみたいなって言われたから、とりあえず社員の仕事をめっちゃ覚えなきゃいけないっていう。この時家に行ったかな、みちるの、うん、でもめっちゃピリピリの感じで、私今そうなのあんま覚えてないけど、めっちゃ怖かった。え、なんで今んち来たのって、ちょうど12月だ多分来年の社員になろうとしたんだろうな。めっちゃ怖かった、なんで今来たのって。で、なんかいろんな種類があったの。何、多分あのこの服はあのどのブランドのジャンルはどんな感じとか、それめっちゃ勉強してた。マジで勉強したな、あの時。経営の仕方とかね、例えばその営業利益の計算の仕方とか、そういうのも全部勉強して、まあ、なんかもう店長になるレベルじゃないとダメだよみたいな。本当ハードルがマジで高すぎて、それでもやっぱ正社員になりたいからめちゃくちゃ頑張ってたそれも心の余裕がないよね、マジ。先輩たちめちゃ見てるから、私うまくやってるかなとか、まあ、評価はあるよね。その評価によってうちはボーナスとかも決まってたから、まあ、ああ、うん、もう半年に1回とか。そうだね、そうだね、うん、昔からはもう台湾の社員になったんだな、へーって、じゃあ毎日出勤してるんだろうな、それぐらい。あ、そうなんだ。おう、日本と全然違う。すごいね、頑張ってるねみたいな大変でしょみたいな。ってか日本はもう転職するのがすごい悪いイメージがあるんで、なんで転職したのみたいな。なんか10年勤めて一人前って言われるんだよ、日本の社会っていうのはね。1年2年で辞めたのはこいつ根性ねえなって取られるのが日本の考え方だから、若い人たちも結構言われんじゃん、今の世帯とかダメとかって。そうだから、就職してさ、この木が合わないなって思う人はいると思うんだけど、うん、でも最低3年ぐらいはね、どんなに辛くてもみんな頑張るんだよ。だから、あ、確かに確かに、そのね、その履歴書に書くときに1年で辞めたとかだと印象悪いから、せめて3年ぐらいは頑張んなきゃなみたいな。そんだけ自分に合ってないと思っても、その3年ぐらいは絶対頑張るっていう。それでみんなストレス溜まってっていう感じになっちゃったんですよ。なんで笑ったの、自分もそうだった。俺も結構必死だったけど、こう頑張んなきゃみたいな、最低こんぐらいはやんなきゃみたいな。ずっと仕事を辞められないって言ってたもんな。そう、ね、辞めたいけど辞められないわって。いや、みんな言うと思うよそれ多分。台湾は結構自分に合わなかったらさ、もうやめて次行こうぜみたいな。本当羨ましいのそれ。それでもやめる。でもそれやっちゃったらもう終わりだからさ。どうせうちもすぐやめるんでしょって言われちゃうの。ああ。ね、台湾だと逆だもんね。そのいろんな職業を経験してる方が経験値高いねって思われるわけでしょ。でもそれが正しいと思うよ。日本は根性なしってなるから。あと入社して日本だと研修とか飲み会とかもいっぱいあるもんね。飲み会はやばいね。上司に誘われたら絶対行かなきゃいけないからね。それ行かなかったらなんか居場所がなくなるみたいな。だってその場でもしあの彼女とやり取りしてんならもう絶対ね、やべえよね。できないできない、電源オフよもう電源オフ、バックからも出さない。
もう上司の話にそうっすねってでこういうちょっとお酒飲みますか、どうぞコーヒーとかそうめっちゃ難しいよね、飲み会のグラスって、あ、なんか飲みますかみたいなね、一回もね、金かかるからさ、マジで辛いよ、あ、自腹自腹だよ、だって2軒目行くかとか言われた時マジでその日の給料なくなるから全然大体社員に誘われるよね、バイトはまあ行かない、忘年会とか新年会、そうそのくらいはバイトは来るけど、うん、他は大体社員だね、月1とか、まあ、多ければ週1とかね、まあそれは連絡取れなくなるわね、そうなんだよ、連絡する暇ないんだよマジで、まあ就職して 2,3 年の間はね、うん、まあ、自分が上司になるまでは無理や、この期間は本当に忙しいからマジで、そうだよね、もう仕事して家帰ってきてベッドで寝るぐらいしかないから、だろう、楽な場所もあるけど、まあ、大体はそうだけど、そう結構そういう場所が多いね、うん、日本と台湾の違いもまたまたあるんだなと思って、例えば台風の休みがないとか、台風休みすごいもんね、台風で来れないからもう会社来なくていいよってことでしょそう日本だと明日台風だから前日までに来いよみたいな、あのホテルで泊まるやつもいるよね会社の近くで明日電車動かないと思うから前日までにそのホテル泊まってそこから会社来いよみたいな、私最初の時もなんか店長からの LINE で、うん、あの明日台風だからってもうちょっと余裕を持って早めに早めに出ろよとか休ませてよって思うよねマジで、え、台湾の死ぬわって思う、だって台湾の考えとあの危ないだから、危ないよマジで、実際行っても客来ないしさ、そう思ったわって、意味ないわ、風強いしと思って、そうずっと毎回バカだなと思ってた意味ねえわと思って人件費の方高えわみたいな、入社してから絶対行ったの、髪型も変わるじゃん、髪型髪いやその大学3年生からの劣化がすごいよね、もう劣化いや大学さんはこんな感じでちょっと パリピっていうかちょっとチャラい感じの人がまあ2年生ぐらいの時はそうなんだけど、そうもう3年の夏ぐらいになった瞬間にもう黒髪短髪でしょ、就職してまあ1年後ぐらいにね、なんか同窓会とかしたと言ったらさ、誰お前みたいなちょっとひげ生やした短髪のちょっと小太りのおっさんが来るわけ、誰みたいな多いよね日本、なんかお父さん若い時の写真を出した、えそうだからその頃から劣化がやばいマジで劣化、まあ台湾はねその辺はそこまで厳しくないから、だからこれみんなもう分かったか、それで日本人はね余裕がなくなるんだよ、なくなるんで、まあその年代の人たちは彼氏作んない方がいいっすよ自分が傷つくだけなんで、社会人超えてね、まあ、25ぐらいの人からね、あ狙ってあげるといいかもしれない、うまくいくかもしれない、だいたい落ち着いてきてるから 2,3 年経てば仕事にも慣れてきてちょっと余裕が出てきてみたいな、うん、そのぐらいだったらまあ心にも余裕あるから、まあ、そろそろ彼女作ろうかなみたいな、でみちるも26の頃から考え、ね、ちゃんと考えてたもんね、結婚とか、まあ、入社時は本当に無理だよ無理、精神的に無理で、その時彼女からもうなんで連絡来ないとかもうどんどんね、そう責めたらそれえってなっちゃう、そうなっちゃう多い本当に気持ちわかるわ、でも俺さなっちゃうもん本当になったもんなっちゃったもん、どんだけ多分好きでもねもう考える余裕がない、本当にそっとしといてってなっちゃうごめんなっていいだよ、もう時間も作れないしみたいな、うんってことでした、すいませんでしたってことでした、はい、ミニオチャージパパ何あるあ、まあ次はあれかな、入社してからの暮らしと給料面とか生活面ね、はいはい、最後まで、はい、でこの動画がいいなと思ったら最後まで見てくれてありがとうございます、はい、じゃあお願いします、はい最後まで見てくれてありがとうございます、ありがとうございます、言わねえのかいこの動画がいいと思ったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします、はい、バイバイ、バイバイ、ちゃんとそっち見て、あっち見て、バイ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 、はい、終わりました。